パイシーズは研究用深海潜水艇である。カナダのバンクーバにおこの潜水艇は複数の窓を持ち、資料の採取、環境の調査、装置の設置など各種水中作業が行える。耐圧角は HY-100 構成、内径7フィートで全部に直径6インの視察窓を3カ所設けている。アラントライスによって設計されたパイシーズシリーズは、 1960年代以末に建造された初期の有人潜水艇を代表した潜水艇であり、海洋開発や海洋探査の主力を担った。パイシーズ s 2は最初に生産された形式で、1968年に設計が完了した。旧機のパイシーズ潜水艇が1970年代末までに製造された。パイシーズフォーとパイシーズ v はハワイを拠点とし、 アメリカ海洋大気庁で研究に用いられている。支援母船の海未海オカナロは、パイシーズ V とパイシーズ4を搭載し、A フレームホイストを用いて、潜水艇を後部デッキから海中へと送り出す。ソビエトの切手に記された、パイシーズ1971年、パイシーズ4は、ソビエト連邦が使用するため建造された。しかし、アメリカから旧ソ連圏へと、 軍事転用可能な技術が流出するのを防ぐため、アメリカ商務省は国際武器取引規則を設定した。本船推定はこの規則に抵触したため、カナダ政府は輸出許可の発行を拒否した。ソ連政府の代わりとして、カナダ水産海洋省は本船推定を購入した。現在、パイシーズフォ4と V の両機は国家海中研究計画により、 ハワイ海底研究所で運用されている。1機目が水中で運用されるとき、2機目のパイシーズは非常時に備えて戦場で待機している。潜水するパイシーズ V パイシーズ V は1973年に建造された深海有人潜水艇である。蓄電池から供給される電力を動力源とし2000メートルまで潜水可能である。本機は主として ハワイ諸島周辺の海域で使用される。また、ハワイ本島周辺の深海科学調査と同様、ハワイ島南東沖のロイヒミヤマ周辺にある熱水フィールドの調査にも使用される。通常、この潜水艇はビデオカメラや他の機材を搭載した状態に整備され、日中、母船から発進する。潜水艇には2本のアームが装備されており、研究対象をつかむことができる。 アームには温度計が装備され、生物や地質学の資料を掴んで採取箱へ収納でき。パイシーズ V の乗員は3名であり、通常の潜水時間は最大10時間である。しかし、緊急時には生命維持装置が140時間まで乗員の生存を維持する。ハワイ海底研究所はこれらパイシーズ V とパイシーズ4の2機の潜水艇を所有している。 二機の保有は緊急時の対応に利点がある。どちらか一方の潜水艇が潜水する際にはもう、一方が戦場で待機し、問題があった時に、すぐに救助に向かうことができる。このような非常事態には、漁網に絡まったり、海底の岩礁や廃棄物に挟まることが含まれる。こうした事例において待機中の二機目が救助に向かう。同様に研究探査においても二機の使用は好ましい。 ことである。2002年8月、パイシーズ V と姉妹戦のパイシーズ4は、真珠湾の外で沈んでいた、日本の特殊船航艇、公表敵を発見した。発見から時間を遡ること61年、第二次世界大戦において、この特殊船航艇,艇は、アメリカ合衆国海軍所属、ウィックス級駆逐艦、ワード号が行った初めての発砲により沈められた。 この事件は現代ではワード号事件として知られている。公表的は真珠湾攻撃の開始前に4インチ50後継砲の弾丸と爆雷が命中して沈没した。潜水艦は真珠湾の入り口から約5マイルの水深4 0 0これは大西洋でのタイタニック号の発見に次ぐ太平洋で最も重要な近代的な海洋航空学の発見と評された。 2003年、パイシーズ V は1年前に発見した真珠湾の日本の小型潜水艦を訪れた。アメリカ合衆国国務省は小型潜水艦の扱いに関し日本側の要望を決めるために日本の外務省と連携した。パイシーズ潜水艇はまたハールによって教材としても使用された。2008年、2名のタンパ米チャプターの潜水士がハールを訪れ、 日本の潜水艦の史跡を訪ねた。一人の潜水士は、パイシーズ V に足をかけて、まるで自分が、スペースシャトルの準備をするように感じたと発言した。ハワイの広にある木パパパ調査センターには、パイシーズ V の制御盤の模型が公開されている。2009年3月5日、科学者たちは7つの竹産号を発見した。その中の6種は新種であり、 さらに幅広い族を発見した可能性がある。こうした新種のサンゴは通常の潜水では到達できない深海で生息していた。そのような深度で発見できたのはパイシーズ V がそこまで到達できえたからであった。また彼らは同様におよそ3フィートの高さと3フィートの幅を持つ大型の海面を発見した。この海面の科学名はコールドレンスポンジである。 パイシーズ7とパイシーズ9は1975年に建造され、約10年間にわたって運用された。これは、ソビエト科学アカデミーによって、シルショフ海洋研究所でミールが収益するまで続けられた。アカデミック、クルチャトフ、調査船、ドミトリー・メンデレーエフとアカデミック・ムスティスラフ・ケルディッシュが支援船として用いられた。ありがとうございます。